こんにちは。さあまずはユースキンからのスタート。このラグがどう影響してくるか何事もなければいいんだが。とりあえずまずは前に。オッケー、マリオがスタンしてたから出れた。よし、ずっと戦闘をキープするんだぞ。で、そのどんぐりはありがたい。あれ？これって、なんか前にもこんなことがあったような。あ、そうだ、思い出した。他プレイヤーがあえてどんぐりをスルーしてたよね。それそれ。簡単なコースだっけか。ワンチャンマリオにそのまま行かれちゃう可能性も。どんぐりを取ったのは失敗だったかもしれないわね。で、おマリオが中間でパワーアップしたぞ。おお、それは握手だったんじゃない。そこジャンプ。あ、担がれ対策かしら。本来なら壁キックスタートを決めたかったんだけどね。ま、このラグだからな。失敗したら逆に抜かされちゃうもんね。さあこのまま逃げ切れるか。スピードを緩めないようにしないと。よし、この中間はスルーで。え、これ以上のパワーアップはないから取ってもよかったんじゃね。逆にもしスター状態になってたら。なるほど、取った方がいい場合もあるのか。ま、可能性は結構低いけどね。頭の片隅に入れておくよ。頑張れよおじいちゃん。また僕お年寄り扱いして。さあそろそろかしら。表エリアへの土管だな。多分これ担がれけんない。どう対応する。ここも即ジャンプ。あ、あれ、マリオ何もしてこなかったぞ。壁キックスタートされてたらワンチャン負けてたかもね。やっぱりこのコースパワーアップしない方がいいね。見えたらつい取りたくなるが。さあ次のコース。ここのスタートダッシュは。後ろから一気に敵に当たるなよ。そんなヘボミスするのはお前らだけ。失礼なやつだな。たく、結局ドベチンだし。まずは相手に気持ちよくなってもらう作戦。はいはい、いつもの言い訳。よし、一気に戦闘に。ギリギリ抜かせねえ。でも、変に打ち上げられなくてよかったわね。高く飛びすぎて敵に当たる可能性もあるからね。さあ気づけばマリオとの一騎打ちになってるわよ。多分チビだろうから苦しいはず。これでプレッシャーをかけられるか。お、止まって。あーっとマリオ、お前がマリオに触れたから。ふ、マリオは僕の手のひらで転がされてたのさ。いや、たまたまだろ。まあ、これで安全に立ち回れるが。ちょっと、この人がすぐそこまで。あれ、最初やられてたのにもう追いついた。ほぼノンストップできたのかしら。フラワー状態とはいえ気を引き締めねえとな。ダメージ食らってでもゴリ押ししなきゃ。いや、ダメージ食らったら任されちゃう。なんとかうまいこと。ああ、やっちゃった。クリボーはうまいことかわしたんだけどね。トゲメットの位置が悪すぎたな。まあ、まだ終わりじゃないからね。どんどんプレッシャーをかけていこう。お、ここなんて絶好の。クソ、しっかりしゃがみジャンプを入れてたから。かなりの重さね。さあ表エリアへの土管だが。お、まだ抜かすチャンスはある。あー、もうゴールだったか。惜しかったわね。最初にやられたのに逆転するってめっちゃすごいね。ま、悔しいけど乾杯ね。ちょっと慎重になりすぎたかな。ちょ、今度は着地禁止コース。これ最初に空を飛べたら勝ちじゃない。で、投げられてるじゃない。く、作戦は間違ってないはず。で、キノピオはどうしたのかしら。ぼーっと突っ立ってるんだが。トイレにでも行った。あ、最初からやり直したわ。オッケー、これはもらった。で、おい、ゴールが目の前に。そんだけのコース。ま、狙いは当たってたわね。あんなに短いとは思わなかったけどね。さあ、今度は前に出れるかしら。あ、ちょっと。安定のドベチンだな。でも最初に二人もやられた。で、おい、キノピコもグリボンにでみんなやられすぎでしょ。よし、さすがにこれはいただき。だがさっき逆転負けした例があるからな。慎重になりすぎるんじゃないわよ。オッケーオッケー。よし、いい感じに噛み合ってる。で、危なすぎな。やられてもおかしくなかったわよ。いやー、ファイアーブロスを踏めたと思ったからちょっと狂っちゃって。あれでやられてたら恥ずかしすぎるからな。さあ次のコース。誰か最初にデカクリボーにやられちゃう。ごちゃついたらワンチャンありそうだな。く、また重めのラグ。ほんとラグは厄介よね。なんとも言えないスタートだが。そう、マリオのしゃがみジャンプで減速した。ちょ、丸々で遊びすぎな。いや、そういうわけじゃないって。さあここから大ジャンプかしら。下が見えないのは怖すぎる。あぶねえ、ギリギリ届いた。ルイージはそのまま落下し。で、ちょっともうゴールじゃない。頭失礼。大成の。ふ、まあこういうことですよ。やっぱり頭がり強いなこのゲーム。お、よくこれたねマリオ。いやー、綺麗に借りられたな。あ、このコース最初に前に出た人の勝ちじゃね。でもごちゃつくとダッシュが入らないのよね。ふ、やり方は心得てるさ。で、ここでもかよ。よーし、これで僕の勝利。いや、決めつけるのは早いわよ。せやな、まだクロスする場所があるから。ぶつかるとわかんなくなるわ。大丈夫、早めジャンプで対応できるから。ほい。もう一丁。二回目は早めではなかったけど、まあ大丈夫そうだな。よし、クレーンに掴まれないようにしなきゃ。早めにしゃがんでおけば安心ね。おーっと、キノピオが掴まれたぞ。
よし、裏エリアのここもクロスが不安だったからね。これでミスなくいけば勝ち確定ね。いやー、2連続頭狩りは嬉しい。やられた方はたまったもんじゃないけど。頭狩りを制する者はゲームを制する。それってリバウンドを制する者はゲームを制するっていうスラムダンクからちょびっと借りました。まあ、間違ってないわね。今まで頭狩りのおかげで勝ったことってめちゃくちゃ多かったからな。意外と心理戦が繰り広げられてるよ。さあ地味に怖いテレサゾーンも突破。なんだ、お前もお化けが怖いんじゃねえか。出られるのが怖いってだけだわ。表エリアへ戻ってきたわね。このまま先に行ったらゴールだね。マジでボンミスなんてつまんねえことするんじゃねえぞ。それってつまりやれって言ってる。言ってねえから。ま、やれって言われても絶対やらないけど。当たり前じゃない。ま、こんだけ離れてたらしゃがみを早く入れればやられることはないさ。なんならバネに弾かれた後ずっと下をおしっぱでもいいぐらい。それでも突破できるのか。うん、かなり床が滑るからね。さあいよいよラスト。飛んでしゃがんでの繰り返し。早く起き上がりすぎるとやられちゃうわね。ここも慌てなければ楽に突破できるよ。よし、これでゴールだ。いやーめっちゃ爽快だったな。さあ次のコース。ほう、Pスイッチを押してコインを足場に。最初にちょびっとコインを取っちゃえばショートカットも。で、今にも早いわね。ちょっと前見れたらやりたかったんだけど。ま、これは普通に攻略するしかないな。うん、これってもしかしてかなりまずいんじゃ。これ間に合うの？後ろの人めっちゃ不利じゃねえか。だ、誰かが押してくれたら。お、押してくれた。ゴールがそこに。これって B スイッチの効果が切れたら右っ飛びも。まさかこれみんな同じこと考えるんじゃ。嫌だったら B スイッチの効果を減らさなきゃ普通に進めば勝てる。まさかの読み合い。B スイッチはここにあるのさっき見えてたからね。これでタイミング的に僕の勝ちじゃないかな。あんたが変な引っかかりさえしなければ。幸い天井がなくなったからスイスイ進める。オッケー、ナイス勝利なんだぜ。よし、ゴール待ちもしっかりと。おー、ナイス。最後ルイージうまかったな。若干ラグがあったから音とずれてたけど。ナイスゴールだったね。さあこれはバーナーが厄介だぞ。さすがに慎重に行った方が良さそうね。おい、ルイージが行っちまったぞ。うん、今度は頭狩りされた側。まあ、ここから徐々に追いつくさ。この後のギミックは、いやましたもうゴールなの。短い、今回短いコースが結構多いな。まあ、ゴールできたからオッケー。さあ次のコース。マリオが有利な位置だが、その位置は僕がもらった。ラッキーすぎない？ふ、これで僕が一番にドアに入れる。これで終わりでもいいんだよ。なわけ。マスターソードをゲットね。戦闘に入って大正解。これワンチャン置いてけぼりにできるぞ。めっちゃチャンスじゃない。うん、しかもキノピコはまだマスターソードを取ってない。かなり有利な状況だな。下突きされる心配もないからね。よし、オープン。土管対策で真ん中に。オッケー、予想通り。もうゴールじゃねえか。また短いコース。ふ、最初に前に割り込めたのが勝因だね。ああ、スタート前のポジションも大事だな。それじゃあみんな次の動画へ行ってらっしゃい。